1992年のパリ・モスクワ、北京ラリーは、1992年9月1日から9月27日にかけて開催された、モータースポーツのラリーレード大会である。フランスのパリを出発し、ロシアのモスクワを経由して、中華人民共和国の北京に到着するまで、ユーラシア大陸約1万6000キロメートルを横断した。正式な大会名称は、第1回 US と、 マイナスイーストパリ・モスクワ、北京マラソンレード。1907年北京パリのルート1907年、フランスのルマ・タン氏の呼びかけにより、ユーラシア大陸を東の北京から西のパリまで1万6000キロメートル横断する壮大な自動車レース、北京パリが開催された。参加5台中4台が完走し、優勝者のシッピオネ・ボルゲーゼ公社クラが乗るイターラは、 スタートから2ヶ月後にパリに到着した。その後は2度の世界大戦と民族紛争、東西冷戦によって冒険の再現は困難になってしまったが、1980年代になると、米ソ緊張緩和と中国の改革開放政策に加えてパリ、ダカールラリーの成功もあり、北京パリを復活させようとする機運が高まった。パリダカの創始者であるティエリー・サビーヌも、 次の夢と語っていた。パリ・モスクは北京ダリーの実現にこぎつけたのは日本の三菱商事であった。1986年の新経営方針 K プランの一環として発足した首都圏事業部が立案し自動車事業本部へと企画が持ち込まれた。三菱商事にはパリ高で活躍していた三菱自動車工業のようなモータースポーツの実績はなかったが、 大手総合商社ならではの海外ネットワークを活用した。1989年12月には運営母体としてフランスに子会社マップスを設立し国際自動車スポーツ連盟やフランスモータースポーツ連盟ソ連国家体育スポーツ委員会中国モータースポーツ協会と交渉しながら競技公認や通行許可安全確保 物資補給などの課題を煮詰めていった。また、パリダカヨンリン、部門参照を達成したルネ・メッジをコースディレクターとして招聘し、現地思想を重ねて、ルートを選定した。このプロジェクトの準備期間には、1989年6月の天安門事件、1989年11月のベルリンの壁崩壊、1989年12月の冷戦終結宣言、 1990年10月の東西ドイツ統一、1991年1月の湾岸戦争といった世界情勢を変える出来事が続いた。本来ラリーは1991年9月1日にパリを出発する予定だったが、2週間前の8月19日にソ連のミハイル・ゴルバチョフ書記長が保守派によって軟禁される性変劇が発生したため、 8月28日にマップスが開催延期を表明した。3ヶ月後の1991年12月にはソ連が崩壊し独立国家共同体へ移行。計画当初は7カ国を通過する予定だったルートが1992年9月に改めてラリーが決行された時には11カ国を通過する形に変わっていた。1年延期のトラブルに加え、 テレビ放映権収入の見込みも外れて工業的には失敗に終わり、三菱商事はこの1回のみで撤退した。第2回大会は1995年8月5日から26日にかけてマスターラディーパリモスクワウランバートル北京として開催された。総距離は1 6 0 8 2トル地球一周4 7 5トルの 約40%に当たる距離を27日間で走破した。工程は9月1日から4日までがパリ・モスクワの移動区間、9月5日から16日までが CIS 域内の前半戦、9月17日から27日までが中国国内の後半戦というパートに分かれる。1992年8月30日にパリ近郊のアランソンでプロローグ1回目を行い、 9月1日にパリ市内のエッフェル島の向かいにあるトロカデロ広場を出発。パリ・モスクワ間 3000km のリエゾンは一般車両に混じってベルギーのブリュッセル、ドイツのベルリン、ポーランドのワルシャワ、ベラルーシのミンスクを通過。途中、ワルシャワでプロローグ2回目を行い、1回目との合計タイムで SS1 のスタート順を決めた。 モスクワの赤の広場で催されたセレモニーには20万人の群衆が詰めかけ、花火が打ち上がるお祭りムードの中で、本格的な競技がスタートした。CIS ルートはまず、ロシア国内の黒土の国葬地帯を投進し、ボルガ川を渡り、東ヨーロッパから中央アジアへ。カザフスタン領内では広大なカザフステップから、カスピ海島岸へと南下。トルクメニスタン領内では、 気温40度以上のカラクム砂漠を横断する。ウズベキスタン領内を経て、9月16日に、キルギスタンの首都ビシュケクで休息日を迎え、ここで中国への入国手続きを済ませる。9月17日は、天山山脈越えのリエゾン区間となり、標高3750メートルのトルガルト峠に、ある国境の通関から中国領内へ入る。中国ルートは、 新疆ウイグル自治区に始まり、天山山脈、南霊のシルクロードの天山南路のオアシスト市に沿って投進する。9月18日のカシュガルアクスは、タクラマカン砂漠では珍しい大雨によりスタックする。車両が続出し、走行が途中で打ち切られた。甘粛省、寧夏海賊自治区、内モンゴル自治区にかけては、万里の頂上の北よりゴビ砂漠と、モンゴル高原を通過。 9月26日に行われるフフホトバーターリンの SS を得た時点で最終順位が確定した。最終日9月27日は車列を組んで北京市までビクトリーランを行い、天安門広場前を通って市内のチャイナワールドホテルで到着式典を行った。シトロエン z x ラリーレード104は優勝者ラルティングの車番。 19カ国から161台がエントリーし、うち153台が出走。完走は57台だった。4輪、トラック部門の優勝争いは、シトロエン対三菱というパリ高でもしのぎを削るワークス同士の対決となった。シトロエン z X ラリーレードには前半戦にトラブルが相次ぎ、5台中1台が炎上し3台が交代。 生き残ったピエール・ラルティーグがラリーをリードし、三菱、パジェロ勢3代が続く展開となった。パジェロ勢戦闘の篠塚健次郎は、ラルティーグを30分差で追い続けたが、終盤戦に、オルタネーター故障のため4位へ交代。ラルティーグが逃げ切って、総合優勝を果たした。シトロエンは1931年から1932年に、 地中海から航海へとユーラシア大陸を横断したシトロエン中央アジア探検隊から60周年のラリーを勝利で飾ったトラック最上位は総合17位のペルリーニ二輪部門はジャンクロード・オリビエ率いるヤマハモーターフランスの全 850T スーパーテネレ2台がランデブー走行で圧勝ステファン・ペテランセルは パリダカとパリモスクワ・北京という2大マラソンラリーを制覇した。完走した7台中6台がヤマハ製だった。日本からは4輪18台、トラック2台、2輪3台が参加した。主な参加者ではナビゲーターとして参加した浅香明が総合15位。親子で挑戦した浅香俊則、達氏が総合20位。トラック部門の菅原義政が総合30位。 パリ高の常連コンビ久保田勝、横田木一郎が総合42位。女優の岡本香織は時間外失格。バロン子が子供トレーサーの子が信夫と自動車評論家の三本和彦はリタイアとなった。また、軽自動車のスバルビビオで出場した石原隆人は時間外失格となったものの、パリで行われたプロローグでは、ワークスの篠塚を上回る日本人。 トップタイムを記録し、フランスの監修の注目を集めた。二輪では、元 GP500 ライダーの松本のリキを含め、3名、全員がリタイアとなった。ありがとうございます。